はい、じゃあ本日はですね、一平チャンネルさんの方からちょっとね、なかなかおしゃれでいいものが出ましたのでご紹介いたします。はい、まずですね、ちょっとお世話になってる人とかに封筒をね、見ててあげてください。お世話になりますということで、で、開けると中にですね、メッセージカードを入れとくんですね。このように、いつもありがとうございますと、本日はプレゼントを用意しましたと。はい、プレゼントは実はこちらのバラのイラストでございますということですね。こちらです。はい、で、これちょっとね、すいません、お手を出してもらってよろしいですか。はい、ブチューンすると、このようになんとですね、こんなのが出まして、はい、というわけで開けると、よかったらプレゼントどうぞというおしゃれな指輪とかね、入れてみるといいんじゃないかと思います。はい、ちょっとね、こうおしゃれなこのイラストのバラが本物のバラとして出てくるっていうね、しかもこれ小物入れになっているという面白いアイテムなんですけど、あの最初のね、動画ではこういった指輪でもちろん演技をしておりますが、当然これ中に入れば大丈夫ですので、このように、小銭を入れてみたりと、ちょっと工夫すると、あのサインした小銭とかでも演技は可能ですし、またあのこういったもんですね、ちょっとメッセージの紙を入れとくと、はい、で、広げたら、ちょっとこう広げるとトランプの予言になってるとかね以上ね、はい、こういういろんな使い道もできるかと思いますので、ぜひいろいろとね、ちょっとおしゃれなかっこいいマジックとしてお使いください。